続いて札幌チアリーディングチームボンバースです。このチームは男性が3名入っていますね。はい、そうですね。このバスケットトスの高さ、綺麗に上がってますね。もう札幌といえばボンバースと言われるぐらい大変人気のあるチームです、はい、このタンブリングがもう上手なんです。ただもう少し言いますと、タンブリングをもうちょっと効果的に使う、いわゆる観客の皆さんをですね、引きつける、そういううまい効果を、でやっていただけるといいんですけどね。この演技も、はい、チェアも良かったですね、はい、再度もう一度チェアをやります。まあ石のような形で座るところからチェアという名前がついてます。男性の、ね、これは空中後方2回転ですね、はい、これは高さが必要としますので、やっぱり男性が入っている位置にじゃないとできない技ですよね。ですね、惜しいですね。トップの人の体重が微妙に動きましたんでね、非常に良かったですね。ここ見ますとやっぱりタイミング、バランスすごく大事ですよね、はい、ちょっと自分だけで崩れちゃうんですね。そうですね。はい、トスですね、はい、間に合いました、はい、一旦落としてまた戻してまた、はい、そうですね、力技ですよね。安定感のある走りでしたけど、はい、まあ、一つ一つの技を見ますとね、上手だと思いますよね、